お待たせいたしました。続いてのステージイベント始まりますよ。あ、お昼は今日青空が広がってて11度ぐらい気温があったんですが、やっぱり夜になると冷えてきましたね。寒いですね。でもそんな寒い皆さんも熱く熱くしてくれる琉球国祭り太鼓エイサーをお楽しみいただきたいと思います。さあ、琉球国祭り太鼓エイサーは沖縄の伝統芸能エイサーをベースにポップスや空手の演舞を取り入れた創作エイサーになります。本部は沖縄にあるんですけれども、全国49支部、海外にも6カ国支部があり、なんとなんと総勢2500名が活動をしています。その中で長崎県支部は大人子ども合わせて90名で活動をしていらっしゃいます。さあ、なぜランタンフェスティバルに毎年来てくださってるかと言いますと、沖縄が琉球国と呼ばれていた頃に中国との交流があったということで、このランタンフェスティバルにも毎年お越しいただいております。今日は長崎支部だけではありません。宮崎、大分、佐賀、柳川、天草支部からも応援に駆けつけていただきました。ホットなエイサーをこれからお楽しみいただきたいと思います。それでは琉球国祭り太鼓エイサーです。どうぞ。